なが喜んでくれてて泣いちゃう。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。嬉しい。みんなが喜んでくれてて嬉しい。なんだ泣いちゃったじゃないの。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。リップだけでももうそれは泣きそう。泣きそうだったのに、コメント見ちゃうと、リアルタイムのコメント見ちゃうと泣いちゃう。無理。無理だよ。みんなやめてよ、泣かさないで。始まったばっかりじゃのに。こんばんは。こんばんは。フラペチーノさんかわいい、カイトさんかわいい、神フラペチーノさん欲しい、いがみちゃんさん、かずさん欲しい、フラペチーノさんいいね。あ、天国さん、これはタワーですね。タワーありがとう。ぬみおくんさん、神とラブありがとう。ありがとう。もう空は不安だったよ。なんでお前だって言われちゃったら怖くて。めっちゃ不安だった。もうずっとドキドキしてた。今日発表されまして、ね、夕方ぐらいに連絡があったんですけど、もう怖くて怖くて。めっちゃドキドキしてたからね。おめでとうって言ってくださる方とかがツイッター見たら多くて嬉しかった。ありがとう。なっちゃんさん花束、あけもさん神、かさおきさんラブ、のすけさんこれ何掛け軸、かまちゃんさん結婚してと、ラブレターと花束ありがとう。かまちゃんさんバラありがとう。そうなんですよ、今日はね9時に発表があったんですけれども、ミュージックステーションさんに出演させていただきます。あまちゃんさんハート、おくとんたかさん神ありがとう。数字屋さん神ありがとう。今回はねココアさんが舞台ということで、ココアさんのポジションをさせていただくんですけれども、頑張ります。今日はエイランチさんいいねありがとう。私以外は選抜メンバーさんで、他のメンバーさんはもう2回目であれなんですけれども、私は初めてということでめっちゃ緊張してるんですけども、頑張ります。せっこ長男さん神ありがとう。タワー書きますね。めっちゃ不安やったよ、もうほんまに。めっちゃ不安やったんよ、もう発表されるのが。もう本当に
これは何タワーって言うんだろう。タワーありがとうでいいかな。いやかまちゃんさん髪服なんかふわーみたいななんか豪華なやつ七福神みたいなおたふくみたいなクックさん髪ブラピーさん推しありがとうございます。帝国さんタワーありがとうございます。タワーありがとう。びっくりした。びっくりした。クリボーさん神ありがとう。こんばんは。ありがとうってこちらこそありがとう。カツポさん、ハイトありがとう。ナイちゃん、神。カワちゃんさん、服ありがとうございます。あさって11月4日金曜日の夜9時からよろしく皆さんリアタイしてくださると嬉しいです。そしてツイートとかしてくださると嬉しいです。おめでとうってありがとうございます。キャスさん服ありがとう。いや本当に心臓がねもうねもうね本当口から出てくるって感じ。今めっちゃドキドキしてる。キャスさん神ありがとう。花束もありがとう。ありがとうございます。頑張ります。本当だったらね本当だったら自分は出れる位置じゃないんですけれども、今回はココアさんの舞台ココアさんの代わりとして出演させていただきます。
せいじさん星、福、あそじさん花束、ありがとうございます。本当にもう空が聞いた時はその知らなくて、テテありがとう、もっちーさん、としきさん、神ありがとう。なんか本当にでもそんな言われてそんな日にちは経ってないんですけれども、あん時だね、でも発表された時ちょうどゆうかちゃんといたんですよね、ゆうかちゃんと。でコンビニで買い物してたんですよ。でコンビニでゆうかちゃんといた時にピロンって LINE が来て、マネージャーさんから、なんだろうって思って見たら出演しますみたいな、プラスシナノで出演しますみたいな来て、びっくりしてコンビニの中でめっちゃ声出しちゃって、でゆうかちゃんにもやばいよゆうかちゃんって言って、近くにゆうかちゃん一緒に買い物をしていたから、ゆうかちゃんに嬉しいよって伝えました。もう本当にびっくりして、はじめ LINE が来た時にミュージックして見た時に、あれこの前ミュージックブラッドさん終わったよなって思って、んってなったんですよ。ミュージックステーションってなって、えでこの前 STU 出てたから間違えたんじゃないかなって、昔の LINE を間違えて送ってきちゃったんじゃないかなって思ったら違くて、ちゃんと私の名前も入ってて、もうなんかムーってなってやばかったです。やっと言える皆さんに報告することができて本当に嬉しいです。ずっと我慢してたから、ずっと我慢してたから、もう言いたくて言いたかったけど言えなくて、だから今日言えてよかったです。うん、風脇さんハートありがとう、嬉しい嬉しいです。本当に後でいっぱいエゴサしよう、あんまツイートされてなかったらどうしよう後でエゴサしよう、本当に嬉しいです。でも本当にこの出演メンバーに選んでいただけたのはガチで皆さんのおかげなのでありがとうございます。やばい、明日岡山でのイベントなのに目パンパンになっちゃう、もうすでに目パンパンなのに大変、どうしよう、明日もパンパンになって明後日もパンなのに明後日目パンパンになったらどうしようやばいよ、やめてよみんな、やめてよ、目パンパンになっちゃうじゃん、あさって目パンパンで誰だってなっちゃうって、この誰って、嬉しいです本当に、率直な感想は、なんかいろいろ多分思う人もいるだろうし、なんでソラハなんだろうとか他のメンバーのがって思う方もいるかもしれないけれども、こうその私を出演メンバーに選んでくださったのはスタッフさんで、そうなんかねスタッフさんに選んでいただいたので頑張ります。本当にもう
頑張ります。たむたむさんブラボーありがとう。歌いながら感情移入、いろんな感情移入して泣いちゃうかもしれない。頑張る、頑張ります。あとなんか他のメンバーさんとかにもから LINE が来たりとか、直接おめでとうって言ってくださるメンバーさんがいて、すごい嬉しくて、なんか本当に素敵なメンバーさんが周りに、素敵なメンバーさんに囲まれてて幸せだなってなりました。なので11月4日あさっての金曜日夜9時からミュージックステーションさんに出演させていただくので、ぜひ録画はもちろんリアタイできる方はリアタイしてくださると嬉しいです。いやー、なんか本当にやっと言えたって感じがして、すごい心臓がドキドキしてる。録画予約した、ありがとうございます。頑張ります。ちょっと前髪切りすぎちゃったかもしれない。今日はねミュージックステーションさんに出演させていただく時に枝毛があったら嫌だなと思って、やっぱテレビのカメラって高画質じゃないですか。だからもし枝毛が映った場合、この子は枝毛だって思われるのが嫌だから髪の毛切りました。だからバッサリ髪の毛を切りました。10センチぐらい切りました、胸上まで。枝毛マンだと思われたくないので。本当に嬉しい。そう、前髪もねちゃんと目が映るように切りました。ただアイロン当てるだけでね綺麗になるように。ありがとうございます。コメントみんな見てます、読めてないけど。もっちーさんハイト、ポコキンさんハートありがとう。ミロさんもハートありがとう。みんなに言おう、友達とかにも。やばいやつだと思われる。でーってなってるから。そうなんですよ、ゆうかちゃんの番組アシキンでね、練習したの。もう放送されたから聞いてくださった方は分かるかもしれないんですけど、アシキンでもしミュージックステーションさんに2回目呼ばれるとしたらみたいな、ポモリさんが出てきて、ゆうかちゃんね、ポモリさんが出てきてやったんですよ。もうね本当に私も知らなくて、収録してる時に急に振られてから何も喋れなかったんですけど、そう練習したんですよ、アシキンで。ポモリさん、ポモリさん、そう、ゆうかちゃんのね、ポ、
嬉しい。ママたち、喜んでたっけな。どうだったっけな。そんななんか喜んでたイメージない私。ガチで本当にないの。喜んでたイメージないっていうのもママたちからしたらあれだけどね。マジで喜ばれてないよ。喜ばれてないよ。え、誰のポジションみたいな言われただけで、おめでとうとも言われてない。電話した時も何も言われなかった私。本当に送った時、え、誰のポジションみたいな、まず聞かれて、ココアさんだと思うよって言って、でまだ言って、あの解禁しちゃダメだよって言われただけ。おめでとうって言われてない私。笠脇さんハットありがとう。喜んでる。Mステ喜びの舞踊ってたらおもろいな。それはそれはそれで面白いな。天然うなぎさん神ありがとう。でもそれはもう嘘だと思ったので、私送られてきた時ね、え、これ絶対ソラハが出るって書いてるけど、結局2日前とかにあのやっぱりで出演、シナノさんは出演しなくなりましたって言われるかなと思ってマジで疑ってたの。だってね、あさってなのにさ、まだ発表されてなくて出演メンバーさんが、だからえ、もう終わったこれ、もしかしたらソラハ出れんかもってドキドキしとったよ。だから今日の夕方頃に今日発表しますって言われて、あ、でちゃんと私の あの写真あるか確認して、あったってなって、え、本当だったんだってなったから、そらもね信じてなかったんですよ本当に。ジェタンさん花束ありがとう。一周回って冷静なの。リアタイするね、ありがとうございます。11月4日あさってのミュージックステーションさんに出演させていただきます。ぜひ見てくださると嬉しいです。STU としては2回目なんですけど、私はあの初めてなので、本当だったら出れる人間じゃないので、本当にこんな機会はね普通はないし、二度とない可能性の方が高いので、本当に精一杯今できる自分の力を出し切って頑張りたいと思います。天然うなぎさん服ありがとう。天然うなぎさん花束ありがとう。スージオさんレインボースターありがとう。押してきてよかった本当。そうやって言っていただけて嬉しいです。スージオさんいいねありがとう。ミュージックステーションさんはみんな見れるので見てください。そう、髪切ったって本当に言われちゃうんですよっていう、それ髪切ったって言われたいから切ったわけじゃなくて、枝毛が恥ずかしいから切りました。あと前髪も最近自分で切ってたから、美容院さんに、美容室のプロの方に綺麗に切ってもらいました。ニヤニヤ
とうございます。やすべさんレインボースター、かまちゃんさんペンライト、ありがとう。本当に言いたくて言いたくて仕方がなかったんですよ。本当に1週間以上ずっとね、いつ発表されるんだろうってもやもやしてたから、やっと言えて嬉しいです。頑張ります。すごいちょっとプレッシャーっていうか、他のメンバーさんはいっぱい踊ったりとか固めたりとかしてる中に入るから不安もあるし、そのココアさんはすごいパフォーマンスもですし、表現力とかも本当にすごくて、普通に花は誰のもの公演でもココアさんのポジションさせていただいてるんですけど、なんか本当にもういろんな面に関してすごいので、ココアさんは素晴らしいから、そのポジションってことでめちゃくちゃ不安もあるんですけど、頑張ります。楽しんで頑張ります。ちょっとでも映りますように、ちょっとでもね、皆さんいっぱいツイートしてください。ちなみにハッシュタグ、私今日ツイートしたからぜひそちらで見ていただけたらなって思うんですけど、ハッシュタグ STA48 アンダーバー2回目の M ステっていうタグなので、ぜひ私のハッシュタグシナの空葉とかなんかつけてツイートしてくださったら嬉しいです。リアタイしてくださってる方とか、リアタイじゃなくてもお願いします。かまちゃんさんレインボースターありがとう。あ、ペンライト楽しみます。頑張ります。ココアさんの分も、優しい。もべさん神ありがとう。頑張ります。本当にどうし、本当に緊張するってきた。発表されて、あのメンバーの中に自分の顔があって、めっちゃ緊張する。かまちゃんさん星ありがとう。そう、 M ステのティッシュもらえるかな。もらえなかったらどうしよう、もういいですよねって言われて、後悔はないです、2ヶ月前に1回出たのでないですって言われたらどうしよう。勝さん星ありがとう。もらえる？ほんと？3箱。いや、私もう一生置いとくと思う。発狂する。毎回もらえる？自作で、自作で作るか、コピーして普通のティッシュにこう貼り付けて紙を。M して出てプレゼントしてくれる。本当？じゃあもらえなかった場合よろしくお願いします。ありがとうございます、祝ってくださって。今心臓がもう落ち着いてきた。もうさっきまではもうこの辺まで、この辺まで出てきてたんだけど、心臓がちょっと落ち着いて元の位置に戻った。そうなんですよね、嬉しい。そう、ゆうかちゃんとまいちゃんと寝れる。いつも歌番組の時、こう歌番組
出演させていただくことは大体アンダーなんですけど、大体とかアンダーなんですけど、その時すごいゆうかちゃんとまいちゃんがいるとすごいなんかホッとするっていうか、すごい緊張してても2人いるとすごい心が落ち着くっていうか、なので嬉しいです。すごい、頑張ります。アンダーで出た人ってわからないぐらいのパフォーマンスで頑張ります。うん、合ってる日本語。あとでリプとか見るの楽しみだな。あんまり来てなかったらどうしようこんななんかさ、来てるんじゃないみたいな、なんか思ってあれなんですけど、全然来てなかったらさ、ちょっと面白いよね。楽しみな。みんなからツイートした時におめでとうとかっていうリプを見て、その人のお顔を思い浮かべて、想像っていうか思い浮かんで頭の中に、ああこの人が言ってくださってるんだって思うとすごい嬉しくて、めっちゃホッとしてた。笠置さん、レインボースター、あじゃないわ、ミラーボールありがとう。いやいや、数字押しさんありがとう。ペンライト、もうミュージックステーションさんなんてさ、もうさんなんてさっていうかさ、もうみんな当たり前だろうけどさ、私めちゃくちゃ見てたもん、本当に何回も何回も録画して見てたもん。勉強してる時とか、私静かなのが嫌だから、その勉強してる時とかは2時間スペシャルとか、クリスマスのスペシャルとか、年明けのスペシャルとか、なんかそういうやつを長時間流しながらめちゃくちゃ勉強してた。まあ勉強ってより音楽聴いてたが優先だけど、音楽聴いてたが80で勉強が20ぐらいだけど、本当にめっちゃ本当にね、家族全員で見てたから本当に嬉しい。横浜くんさん、神天然うなぎさん、風呂敷ありがとう。ぜひ皆さん見てください。そしてこのテロップも見てルームに入ってきてくださった方、この辺にハートがあると思うので、もしよかったらポチッ、ピンクじゃない方はポチッと押してピンクにしてくださると嬉しいです。あさってのミュージックステーション出演後かな、また感想とかお話しすると思うのでよろしくお願いします。そして SNS は Twitter だけやってるんですけれども、プロフィールから Twitter 飛べると思うので、ぜひそちらもフォローしてくださると嬉しいです。お願いします。はあ、嬉しいな。うん、今はパッとね、あの STU のオフィシャルがツイートしてるやつ
見たら結構そらはちゃん、そらはちゃんとかって書いてくださってる方が多くてすごく嬉しい。赤飯欲しいな欲しいな、なおこさんとってありがとう、頑張ります。引用リツイート見ようかな今。優しい。優しいみんな。嬉しいね。嬉しいね。あ、嬉しいね。あ、ニヤニヤしかできない。頑張る。ソラハが、そう代わりだけどソラハちゃんが出演してよかったとかって思っていただけるようなパフォーマンスできるように頑張ります。緊張するね。やばい、明日岡山でイベントなのに寝れないかもしれない。明日は岡山でイベントです。岡山城無料なのでもしよかったら見に来てくださると嬉しいです。南さんとゆうかちゃんとパシェとマヒナさんとアリちゃんさんと私です。うん、頑張るよ。来たかった、来てほしかった。笠置さんラブありがとう。そうだよ、無料で見れちゃうんだよ明日の岡山は。まあ、交通費とかかかっちゃうかもだけど、観覧は無料なので。今話題すぎる ST48。 こんばんは、ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。もしよかったら今覗いてくださった初ホームの方とか、まだルームフォローしてない方はぜひ、この辺にハートがあると思うので、じゃあまだピンクじゃない方は押してピンクにしてくださると嬉しいです。かまちゃんさん、レインボースター神ありがとう。あとでリップ見るの本当楽しみ。みんなも喜んでもらえたかな、みんなに。そりゃみんなが喜んでもらえてたなら嬉しいな。自分ももちろん嬉しいけど、何よりもいつも空のことを応援してくださってる方が喜んでくださっていたな、いるのならば空は嬉しいです。より嬉しいです。
美味しい。なんだ。よかったです。それも嬉しい報告ができて本当に嬉しい。みんなが喜んで嬉しいって言ってくれて嬉しい。嬉しい。やったー。何、パセがメールで私のこと送ってくれたの。さっきもコメントあったんですけど、安部さんラブありがとう。そらはちゃんの笑顔が見れたことが一番嬉しい。だって、優しい。そう、みんなからのおめでとうっていうリプだけでもう嬉しい、幸せです。でもまだ出演していないので、あさってだからね、本番は気を緩めず頑張ります。天然うなぎさん星ありがとう。明後日、そうなの、すごいの、早いよ、もうやばい、緊張やな。うん、お腹痛くならないように気をつけよう。てか私緊張したらご飯食べれないんだよね。多分当日マジでご飯食べれない気がする。でもいいことよね、いいことね。安部さん、推ししか勝たんかけずく、ありがとう。池谷さん尊い、ありがとう。お弁当全部食べれなかったら持ち帰る。あ、緊張した。心臓今今もうねちょっと落ち着いてきた。1時間経ったから、あとでちゃんとリプ読まさせていただきますね。イキャスさん帰りやと。いつものよりツイリツイートが多い。私のソロのカットよりリツイート多いんだけど、いやまあそりゃそうだけど、リツイート数が多いんだけど、ちょっと待って待って、みんな引用リツイートの M ステ出演しますっていう引用リツイートの前のこんばんはっていう漏れた顔の日の顔が漏れた日の写真もみんないいねとリツイートしてよ。いいねとリツイートしてね。わっしゃいわっしゃい。タラタラさん神、ありがとう。うん、面白い。え、喜んでくれてみんなありがとう。やばい、今日寝れんかもしれん。やばい、こんな浮かれとったらあかんわ、マジで浮かれすぎてる、よくない、ガチよくない、ダメだ、気引き締めないと、気引き締めて。
なんかまとめられてる、私名前調べたらまとめられてるんだけど、やだ、これ見ない方がいいよね、絶対なんでお前だよって書かれてるから。みんな、嘘、稲見さんは喜んでくださったの、嬉しい。みなみさんはすぐ LINE くれました。みなみさんはすぐ LINE をくださいました。嬉しい。イキャスさんラブありがとう。天然柳さんもラブ、シャイソンニューさんもラブありがとう。今日くらい浮かれ、浮かれてたらね病気かかっちゃうかも、だから気引き締めとかないと。みーちゃんの誕生日一番、サラが一番だったの、みなみさんのお誕生日おめでとうございます。めっちゃ一番頑張って狙ったけど結果どうだったか分かんなかったから嬉しい。やばい、ほんまやばい、こんな笑っとったらマジであかんて、やめとこ。笑わないでおこうって思っても無理だ無理だ。生放送なので緊張しましたって、それはもうめっちゃ緊張する。みんなも緊張するんじゃない、ソラハが変なことしないか。ミラさんハート、トシキさんラブありがとう。ミラさん神ありがとう。みんな待っていただって、いやいや嬉しい。大丈夫だよ、絶対変なことしないから安心して。多分変なことしない。頑張ろう、本当に。いかなくなる。今ねエゴサしてるんだけどね、いや、まあ漢字の空派だけでエゴサしてるんだけど、すごく皆さんがおめでとうって言ってくださっていて嬉しいな。ヤオさん神ありがとう。配信後にやれよって思うかもだけど、ちょっと嬉しすぎるのね。みんなにこうやって私はいつもこんな顔でエゴさしてるんだよっていうのを見せたくてしてます。そりゃ返信なんてしても見てないだろうとか飛ばされるだろうとかちゃんと読んでないだろうとかって思ってる方もいるかもしれないんですけど、私片っ端から片っ端までちゃんと見て、あの頭に本当に叩きつけたいから、叩き込みたいから私3回ぐらいを読むんですよ。だからめっちゃエゴサ時間かかっちゃうの。あ、そう、さっきもコメントあったんですけど、今日21時からね本当は配信をしようと思ってたんですよ。
でも夕方頃に今日は21時に発表がありますって言われたからずらそうと思って10分ずらしました。知らなかったんですけど言われたのでずらしました。なんでって思ってた方もいるかもしれないと思ったから言いました。いやー楽しみすぎる。出演おめでとう、ありがとうございます、頑張ります。みんなにソラハがソラハでよかったって思っていただけるよう。エゴサって楽しいな、エゴサって楽しいな、エゴサッ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 サ。そう、ありがとう、みんなエゴサしてるよ、イエイ。何話そう。ちょっと喉渇いちゃった、明日は岡山。そんな早くないから嬉しい。だからね、今日マジで早く寝なくてもいいけど、なんか寝れそうになくてどうしたらいいかな。寝れそうにない。みんなもう予約したかな。みんな予約した？さあ、発表されてからおじいちゃんとおばあちゃんにすぐ連絡したの。ママとかにはまあまあ連絡したんだけど、じいちゃんとおばあちゃんに電話して、11月4日のミュージックステーションに出るよって言って喜んでくれました。ドキドキして眠れない、ほんまによ、ありがとう。あさってだよ、やばいね。本当に大丈夫なのか、映るのかな、ちゃんと。めっちゃ緊張するんだけど、足が震えそう、めっちゃ足が震えそう。だってミュージックステーションさんなんてさって言うけど、ミュージックステーションってさ、もうさ、絶対さ、みんな一回は見たことあるものやないですか。でテレビ番組こうチャンネル変えてて、あっってなって止めるのがミュージックステーションじゃないですか、金曜日の夜とか特に、まあ、金曜日の夜しかやってないけど、
やばいよね普通に。やばいよね。やばいよね。頑張ろう。その日の顔のコンディションがいいことを願います。緊張して前髪巻きすぎないように気をつけます。だからね、巻きすぎないようにこうアイロンをサッサッサッってやるだけでちょうどいい長さにしてもらったんですよ。私緊張したらすごい前髪を巻いちゃうので、だから巻いちゃわないでいい感じになるように切ってもらいました。頑張ります。そうです、ココアさんのポジションです。皆さんもお友達とかに言っててください。お仕事場の人にこれ推しメンだよって。推しメンがあさってのミュージックステーションさんに出るんだよって言っててください。やばいね、ドキドキしてきた。こうやってやるときないよね。絶対こうやってお辞儀するよね。変なニヤニヤ顔にならないように気をつけよう。今は絶対ニヤニヤ顔になっちゃうけど、こうお辞儀とか最後のラララキャン、ここがアンパンマンみたいになってる。私アンパンマンなんだけど、ずっとこう上がっちゃってて、やばい、デブだ。マジアンパンマンなんだけど、どうしよう。やばい、笑ったら前髪出ちゃう、眉毛出ちゃう。口角、口角下げたいわけでもないけど、なんか上がりすぎてるからちょっと、あ、マジアンパンマン、どうにかしてほしい。ちょやばいやつだと思えちゃう。ミュージックステーションさんに出演させていただきます。11月4日です。多分ちょっとは 0.1 秒は映るかもしれないので、ぜひ今初めて覗いてきてくださった方も、11月4日金曜日あさっての9時から放送のミュージックステーションさん見てくださると嬉しいです。そして終わった、放送終わった後に配信ができれば配信をしたいと思うので、この辺にあるハートをピンクになってない方はぜひ押してピンクにしてくださると嬉しいです。感想をお話しできたりとかしたらいいなって思う。スジヤさんいいね、ありがとう。なんか本当に皆さんに嬉しい報告ができて嬉しい。もう他の歌番組さんもなんだけどね、こう自分って今まで歌番組出たことあるやつって自分のポジションじゃないんですよ。全部全部自分のポジションじゃなくて誰かのポジションで出させていただくんですけれども、そのこう誰かのポジションにシナノを入れようって思ってくださるのも嬉しいし、なんかなんて言うんだろうね、本当に当たり前じゃなくて、なんか本当に
どの歌番組にもこう出演するって言われる時は本当に嬉しくて、早くみんなに言いたいってすごいなるんですけれども、今回は全国放送ということでより皆さんに伝えたくて、もう本当にね、もうずっとムズムズしてたの。だから今日やっと言えてよかったです。しかももう空はもしそういう歌番組があったとしてもアンダーとしても入れないかもしれないって自分の中でこう思ってるっていうか、こうなんかみんなのこと見てたら私じゃない他のメンバーが入りそうだなって思うことが本当に最近増えてたので、こう代わりに出演しますって言われた時にすごく嬉しくて、まだこんな私にもチャンスをくださるのが本当に嬉しくて、いつちゃんと本当に最近すごいよくメールとかにも書いてるんですけど、一つ一つの仕事を本当にもっともっと大切にしないといけないし、あること、お仕事があることって当たり前じゃないので、自分のレギュラーのラジオがあるのも当たり前じゃないし、お仕事ない、ね、メンバーさんもいるだろうし、私が今月本当に特になかったし、そういう人たちもいるだろうし、私はなんだろうね、その出演させていただける方の嬉しいっていう気持ちもわかるし、出演できなくて悔しいっていう気持ちも両方すごく経験したことがあるからこそ、なんかなんていうんだね、からこそそういうメンバーさんってそんないないじゃないですか。だから両方の気持ちがわかるからこそ、こうなんかうんって申し訳ないっていう、私が出演して申し訳ないっていう気持ちもあるけど、でも選んでくださったのは、選んでいただいたのは本当に皆さんがここまで応援してくださったおかげだから、皆さんに恩返しっていうかいい報告ができて嬉しいし、このチャンスを逃さないように少しでも一人でもいいので、その音楽番組を見て好きになってくださる方が増えたらなって思います。両方の気持ちが分かるからこそ、そのあれなんですけど、頑張ります。通常さんててで、ディリータさん尊い、ありがとうございます。初訪問の方ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。もしよかったらルームフォローしてくださると嬉しいです。八重さん、はい、ありがとう、頑張ります。やばい、緊張する、本当に。でも本当にね、なんかただいいこと言ってるだけだろうとかって思うかもしれないけど、そのね、マネージャーさんから出ますって言われた時に、なんかもちろん家族は本当に、家族が
アイドルなっていいよって言ってくれなかったら経験することがなかったことだから、そう家族にはもちろんね、もう早く報告したいってなったけど、マジで何よりもマジでファンの人に早く報告したいと思って、今までいっぱい歌番組とか出演させていただいたことあるんですけど、ミュージックステーションさんってもうマジ全国見れるじゃないですか。で金曜日の9時ってみんなお仕事終わりとかで、よし明日は休みだからちょっと今日は夜更かししちゃおうかなとかなる人も多いじゃないですか。で絶対テレビいっぱい見られてる時間帯のやつなんですよね。まあ今までも土曜日の昼とか夜、なんか夜とかあったけど、ミュージックステーションさんって本当にいろんな方が知ってるじゃないですか。かきおきさんラブ、いきやすさんありがとう、本当にマジでなんか早く報告したくて、マネージャーさんにもうこう1週間以上あったんですけど、言われてから発表されるまでメンバーがマジで4日に1回か3日に1回ぐらい、まだ発表できないですかって、皆さんにまだ発表されませんかってすごい LINE 送ってて、もうしばらくお待ちくださいって、待っててってめっちゃ言われました。そのぐらいもう皆さんに言いたくて言いたくて、本当に嬉しいね、素直に。もちろん毎回こう歌番組出演させていただくときに言ってるんだけど、その自分のポジションじゃないから悔しいけど、でも自分のポジションじゃなくて悔しいけど、誰かがポジション空いたときに誰を入れようってなって、どう決められてるのかとか分かんないけど、最終的に私にしようってなってくださってるっていうのもがすごい嬉しいし、どんな理由かとかどういう決め方とか分かんないけど、自分のポジションじゃなくて悔しいし、8枚目シングルの期間がすごく長くて苦しい気持ちもすごいあったけど、でも皆さんが今までね、こう応援してきてくださったおかげで、そらもうアイドル続けれてるし、悔しいことがあっても皆さんがついてるからって思って、もう何事にも挑戦して、自分もう何ポジション何個でも覚えますって言えたりとか、みんなにいい報告をしたいし、みんなの前でパフォーマンスする機会が一回でも増えてほしいから、私はこうマネージャーさんにすぐ私は 何個でもポジション覚えますって言ってるんですけど、本当にそう思える、何個でもポジション覚えようとかこう思えるのは本当に応援してくださってる皆さんのおかげなので、みんながそんなたくさんの熱量で応援してくださってなかったら覚えようともならないだろうし、だから皆さんのおかげなので嬉しい思いをさせてくださってありがとうございます。へいへい、タムタムさんラブ、マルトムちゃんさんテーテありがとう。そうなんですよ、ありがとう、選ばれたことがすごいと思います。そうなんですよ、選んでいただけるっていうのがありが、当たり前のことじゃないので、本当にもう本当にありがたいことです。ティッシュね、いただけたらお見せします。
なくなっちゃった。後でリプ見させていただきますね。皆さん送ってくださってありがとうございます。楽しみだな。エゴさんもじゃなくなるんだけど、みんなで視聴率上げ上げでいきましょう。ビッグボスさん、神ありがとうございます。リアタイもね、初訪問ブルージーありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。浮かれすぎて怪我しないように気をつけよう。明日ステージから落ちたりとかしないようにマジ気をつけよう。ちゃんと地に足つけるみたいな、よくことわざあるじゃないですか。リアルで地に足つけないと、ふわふわしてたらほんと怪我したりとか死んだら危ないから、地に足つけます。はぁ、にゃ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 、ハッシュタグ空通信も待ってますね。そう、まず明日の岡山だから。岡山岡山、カニカマさん、はいと、カワちゃんさん、トータイありがとう。見てここ切ったの、いい感じにアーチ状にしてもらいました。なんか最近気持ち悪い長さであれだったから、アーチ状に綺麗にしてもらいました。明日どんな髪型にしようかな。うわ待って、ツインテールがめっちゃ短い、やば、それはやば。ツインテールが短い、高めツイン、明日は高めツインにします。嘘です、絶対しません。このぐらいの長さがやっぱ一番いいな、かわいい。長すぎるとなんか変なんだよね私。スージューさん、かわいい、ありがとう。かわいい、スクショしちゃった。それはやめてよ、恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。天然うなぎさん、かわいい、ありがとう。え、なんかマジでさ、リツイート数がさいつもより多くて、え、嬉しい、ありがとう。みんなリツイートとかしてくれてキュンキュンやわ、マジで嬉しい。いや嬉しい、ありがとう。長文欲しい、長文欲しい、嬉しくてツイートしました。だって嬉しい。ゆいさん、ありがとう。ペンライト、やばい、ふぅ、ひぃひぃふぅ、あーやばい。
んないっぱいハッシュタグシナの空派でつぶやいてね。もう送った、お、やったー、見よ、あとで配信終わったらガン見します、みんなのツイートとか返信とか。生まれる、生まれるかもしれん赤ちゃん、ヒーヒーフー。なんかドラさんって書いてくださってる方がいて嬉しい。私もちゃんとドラさんなんだって思う。ありがとうドラさんです。実は私もお決まりだけじゃないです。私もドラさんです。他の2人がすごすぎてもうドラさんはお決まりだけだと思われてるかもだけど、実はいます。残ってます。来年の1月で5周年です。うん、あーマジで、そう実はドラさんなんですよ。忘れられがちかもだけど、そうちゃんといるんだよってみんな言ってってください。ドラさんお決まりだけじゃないよって、卒業してないよまだ元気だよって、卒業発表もしてないし元気だよって、こう忘れてそうな人がいたら言ってってください。ちゃおちゃお、そうたくさんツイートしてください。さあもツイートする、あと5年はある。5年後は24か、もう12年アイドルしてることになるんじゃない、違うわ12年か、14歳ぐらいに入ったから、違う10年か。こんばんは、はあ、あと10年はやばい。みんなのおかげだからね、ありがとう、ここまで応援してくれて本当にありがとうだよ。笑ったらじゃあお前よりになるから笑わないでおこう。笑ったらマジお前よりになる、危ない、マジでギリギリ攻めたから2日ぐらい伸びるかなと思って。明日寝坊しない、いや明日寝坊したいんですよ、ゆっくりだから。だけど寝れるかって感じなんだよね、逆に寝坊じゃなくて寝れるのか、寝れるかしら。嬉しい、みんなありがとう。配信見てくれてるみんなありがとう。
みんなのおかげです、ありがとう。よしひろさんラブ、ありがとう。なおこさんありがとう、こちらこそありがとう。やっほーみたいな感じで帰ってきてほしいな。みんなありがとう、みんなありがとう。ティムと目が合いました。喜びが溢れてる。バレた、バレた。そう、明日明後日が重要だよ。え、しかも6日またみんなに会えるんだよ、ママループで。イエーイ。LINE ひたすら可愛いしかキャッチボールしてなくて、見た、気になる、全部スクショしておくって。ソラハ関連で話してるやつ全部送ってほしい。ははは、今なら何ができそう、激辛でも食べれちゃいそう。マジで無理だけど、普段無理だけど、嬉しすぎて美味しく感じそう。あー美味しいって言って食べれそう。5キロとか、大食い5キロとかできちゃいそう、マジで。ちょっと嬉しいからリプ読んでいっていい？嬉しいからさ、辛いの無理だけど、ソラハの M ステ出演させていただくことになりましたのリプ読もうかな。リプがあんまり来てなかったら悲しいらしいから、おめでとう。来てましたよ、意外と。おめでとう、 M ステ9時からに変わってよかった、おかげで多分リアタイできる。あーよかった、おめでとう、ありがとうございます。もう嬉しすぎて、ソラハちゃんの頑張る意思絶対あります。見てください、 M ステ出演おめでとう、楽しんできてね。楽しみます、一番楽しむ、おめでとう、ありがとう。ソラハちゃんが ST48 の活動を毎日コツコツ頑張ってきたから M ステ出演につながったんだと思うよ。ソラハちゃん本当におめでとう、こちらこそ応援してくれてありがとう、おめでとう。録画しときます、ありがとう。録画してください。は、待って、泣いた、無理、嬉しすぎるんだけど、本当に M ステのガチで涙出てきた、やばい、嬉しい、おめでとう、ありがとう。おもろいんだけど、もう想像できた、どんな感じで言ってるのか。おめでとう、頑張れ、頑張る、ありがとうございます、頑張るよ。本当におめでとう、ソラハが頑張ってきたことが実り始めてるね。これでもっとソラハファンが増えたらもっと嬉しい。もっといっぱい言いたいことあるんやけど長くなるからこの辺で。本当におめでとう、そして夢が一つ叶う瞬間を見せてくれてありがとう。こちらこそ夢を叶えさせてくれてありがとうございます。みんなのおかげだ。パフォーマンス楽しみです、緊張しすぎず楽しんで、頑張ります。多分緊張しすぎてしまうかもなんですけど、とりあえず動線を間違えないように、他のメンバーさんに迷惑かからないようにを第一優先で頑張ります。パフォーマンス、ソラハさんおめでとう、ありがとう。ソラハ M ステ出演おめでとう、ティッシュ宝物になる、なる、絶対なる。ソラハちゃんおめでとう、テレビの前で応援しとる、ありがとう、よろしくお願いします。超絶可愛いっていう感じの、ソラハとかじゃないけど、みんなもペンライト振ってて。ソラハ M ステ出演おめでとう、よかったよかった。ソラハ見つけよっと、お、見つけてください、頑張って。映れるかわかんないけど、見つけるように映るかもしれないので。なあ、前から言ってただろ、選抜はもう目の前だって。 M ステ出演おめでとう、ありがとう。みんなのおかげで目の前のところまで来ることができたから、ありがとう。ココアの分も頑張って、頑張ります。ココアさんの
ポジションをさせていただくのは本当に緊張とか不安がさっきも話したんですけどあるんですけど頑張ります。労働から帰還した瞬間 M ステ出演の方を聞いてよっしゃーと飛び上がりました。おめでとうございます。ありがとうです。よかった、飛び上がっちゃったのね。マジけやったね。ちゃんとみんなに伝えるんだよ。伝えます。そらちゃんって言ってくれてる兵庫の友達に伝えます。クラッカーン、ありがとう。そらはー、おめでとう。頑張ってね。テレビの前でしっかり見届けます。ありがとう、嬉しい。この前見かけたこの人。急に急に公演終わりっていうの忘れてて、外パシェットで焼きかけてたらラーメン食べに行って帰りに見つけた。はっ！ってなっちゃった。おめでとう、楽しみにしているね。ありがとう。楽しんでいただけるようなパフォーマンスします。 M ステ出演おめでとう。ありがとう。今月からメール取ってくれてありがとう。おめでとう、見るからね、頑張って。ありがとう。見てね、もうまばたきしちゃダメだからね。だから見るまでにいっぱい目薬させててください。ふらはちゃん頑張れ。頑張ります。皆さんからのエールで頑張れます。ファイトやで。ファイト。やったじゃん、泣いちゃうかもだけどちゃんと見る。泣いちゃう。空も一人だけ泣いてるかもしれん。そんなことないようにちゃんと頑張ります。おめでとう、ありがとう。そらはちゃんマジでおめでとう。なんて言ったらいいかわからんくらい嬉しいし本当におめでとう。 M ステが余計に楽しいになってよ。だってありがとう。そうやってくれ言ってくれて嬉しいよ。ありがとう。何、もし日向坂さんに会えたら送ってる歌ったこと伝えたらきっと喜ぶと思います。会えるかわかりませんがね、共演できるということで嬉しい。日向坂さんおめでとう、見るね。見てください。おーおーおー、だっておーおーおお、嬉しい、おめでとう。嬉しいって思っていただけて空も嬉しいです。ありがとう。びっくりマーク、びっくりマーク。ついに出演おめでとうございます。ありがとうございます。マジで皆さんのおかげだからありがとう。やったー、おめでとう。空も喜んでもらえて嬉しい。やった、おめでとう、ありがとう。素直に嬉しい、一言だけでも嬉しい。そらはちゃん M ステ出演おめでとう、嬉しいね。だってもうめっちゃ嬉しいです。みんなにやっと報告できてめっちゃ嬉しい。おめでとう、ありがとう。そらはちゃんおめでとう。クラッカー、おめでとう。そらはちゃんおめでとう、きっと大丈夫よ。なんて優しい、ありがとう。イエイ。ドラさんに、ドラさんのお姉ちゃんがいるから頑張ります。安心し、安心あできる2人がいるので嬉しい。出演おめでとう、ありがとう。マジで嬉しい、みんなに報告できておめでとうございます。ありがとうございます。そらはおめでとう、絶対に見るね。楽しみが増えた。だって、嬉しい、楽しみが増えただなんて。こちらこそ嬉しいです。楽しみの一つに私のが入ってるってことでしょ。嬉しい、おめでとう、ありがとう。ちゃんと見てくださいね。おめでとう、ありがとう。公演も待ってます。ようやくそらはさんの順番来たな。だって、ありがとう。信代、信代のね、名付け親見るね。だってありがとうございます。見てください。11月4日ミュージックステーションさんに出演させていただきます。あさっての夜9時からなので、もしかしたらこんな顔の人が映るかもなのでよろしくお願いします。そして終わった後に M ステさんに出演させていただいた感想とかをまたショールームでこの場でお話しすると思うので、もしよかったらこの辺にハートがあると思うので、まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。ピンクピンク、夢が叶うね、幸せやね、おめでとう。 M ステで見れるのを楽しみにしているね。だって、ありがとう。幸せです。空もみんなに
ね、喜んでもらえても嬉しいし幸せです。幸せって言ってもらえて本当幸せ。そらはちゃんおめでとう。11月4日は政治して待機します。よろしくよろしくよろしく。正座でね。ダメだよ足崩したら。正座って言ったんだからねおめでとう、ありがとう、嬉しい。おめでたすぎる。何回も見調子。お祝いのケーキは耐えちゃう。じゃあ空の分の用意もお願いします。そらはおめでとう、ありがとうございます、嬉しいなんかドキドキしてきた。そらもドキドキしてる。みんなに心配かけないようにパフォーマンスします。うおおおめでとう。俺も自分のことより嬉しい。頑張ってね。だって頑張ります。そらは推しの方に恥をかかせないようなパフォーマンス頑張ります。パチ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 、ありがとう、おめでとう。そらは出るの嬉しい。そらも嬉しい、みんなに報告できて。ドラさんドラさん、M ステ出演おめでとう。ドラさんみんなで出演とか最高や。これも地道に頑張ってきたことがちゃんと報われる日だ。だってありがとうございます、嬉しいです。そうやって見てくださってる方がいるのか。そらはおめでとう、ありがとう、おめでとうございます。そらはちゃんが見つかりますように頑張ります。出演決定おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとう。せっかくの出演楽しんでね。だって楽しむことが一番なので楽しみます。おめでとう、ありがとう。そらはおめでとう、思いっきり、あ、読んだやつか、あ、思いっきり楽しんでね、楽しみます。マジでね、もうただ緊張して不安で出るのが良くないからね。出演おめでとう、頑張ってね、ありがとう、頑張ります、楽しんでいきます、ありがとう。どこまで読んだろう。おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。これを機会にさらなるご活躍を願います、ありがとう、頑張ります。ちょっとでもスマのことを好きって言ってくださる方が増えるように。おめでとう、ありがとう、おめでとう、よかったね、楽しんでね、 M してみるね、ありがとう。見てください、じっくりじっくり。なんだと、そらはちゃんおめでとう、ありがとう、おめでとう、楽しんできてね。だってありがとう、楽しみます、おめでとう、ありがとう。そらはちゃんへもうすでにログインしました。なんかとても嬉しいです。とにかく笑顔で楽しんでください。笑顔で楽しみます。歌詞をねちゃんといろんな方に届けれるように頑張ります。タワー出たら本当だ、お城が立ってるわよ。ああ天然うなぎさん、タワーありがとう、タワーありがとうございます。ちょっとリプのやつが終わったら書かせていただきます。ありがとう、タワー信濃城じゃないか。 M ステ出演おめでとうございます、リアタイします、ありがとう、やったね、おめでとうございます。ドラさんさんに、そうなんです、よかった、ドラさんって覚えてくれてた。ココアちゃんのアンダー頑張ってね、頑張ります、本当に。そらは頑張れ、超嬉しい、嬉しい。そらはおめでとう、絶対見るよ、よろしく、いっぱいツイートしてください。おめでとう、ありがとう、おめでとう、よかったね、よかった、本当に素直に嬉しい。そらはおめでとう、ありがとう、おめでとうございます、ありがとう、おめでとう、ありがとう。そらはちゃんテレビ朝日ミュージックステーションとしておめでとうございます、ぜひとも放送見ます、見てください、やったねやったね。そらはちゃん M ステ初出演おめでとう、ありがとうございます。他のメンバーさんがね2回目ということで頑張ります、おめでとう、ありがとう、よかったね、もう最高によかったっすおめでとう、ありがとう、やった、思いっきり楽しんで、楽しみます。なので皆さんもテレビの前で楽しんでください。映ったらうわーそらはちゃんって言っててくださいおめでとう、ありがとう、頑張れ、頑張ります。プレッシャーに弱い人間なので私。よし、
更新したらまた増えたる、これもしかして。え、どこだ。そらはちゃんおめでとう。テレビの前で応援するね。素敵なパフォーマンス楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ります。パフォーマンスパチ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 、おめでとう。ありがとう、おめでとう。放送楽しみにしてる。しっかり見届ける。見届けてください。ちゃんと映ってたか教えてくださいね。おめでとう。そらはちゃん出るなら見るで。見てね。やばい、笑ったらマジでお前になる。そらはちゃんおめでとう。絶対リアタイするね。リアタイツイートしてください。ハッシュタグしなのそらはで。 M ステ出演おめでとうございます。テレビで見るのが楽しみです。そらもテレビに映るのが楽しみです。全国放送地上波出演おめでとうございます。めっちゃ見ます。自慢の推しメンだな。やったやった、自慢の推しメン、自慢の推しメン。おめでとう。本当に嬉しいし、そらはちゃんの推しでよ、そらはちゃんの推しでよかった。誇りです。誇り、嬉しい。そんなこと言ってくださるだなんて、ありがとうございます。そらはちゃんおめでとう。ありがとう。そらはちゃん M ステ出演おめでとうございます。仕事でリアタイできそうにないので録画予約してみよう。そうだよ、リアタイできないよって方はもう今すぐ、今すぐ録画してください。そらは M ステ出演おめでとう。ついにそらはが地上波全国放送で見つかってまう。コカの代わりに喜んでもらったってことは、え、ん？コカの代わりに喜んでもらったってことは、あともうちょっとで選抜に届くことができてるってことや、これきっかけに選抜目指せ。 PS 当日は緊張するやろうけど楽しんでな。楽しみます。ありがとうございます。これで読めたかな。そらのうちだとペンライト持ってたから。ありがとう。なんかね、最近見れるやつが限られてるんだけれども、自分のツイートから見てるから大丈夫かな。とりあえず今の今までのやつ。やばい、一気に喋りすぎちゃったから、多分もう読んだ気がする。多分読んだ気がする。ありがとうございます。よし、書くよ。ひろひろさん、ふくよいさん、こしぱいのみさん、神ありがとう。テロップじゃないわ。書きます。あー、もうやばい、2時間も配信してる。やばいよ。カフェラテ飲めばいいんだ。お城タワもうみんな寝ちゃったかな。まだ見てるかな。でもそろそろもう2時間経とうとしてるから終わろうかな配信。
今どのくらいの人が見てるんだろう。天然ヤナギさん、お城タワーありがとうございます。あ、待って、前髪がやばい、散らかってる。ありがとう。まだ M してね、出演してないのに出演したみたいになってる。ギャン起き、夜はこれから、夜はこれから。今日はめっちゃ喋った。今日はいっぱい喋りました。この後はエゴサマンになっていっぱいエゴサします。嬉しい、ありがとう本当に。そう、明日祝日なんですよ。そうなの、だから明日は岡山県でイベントがあります。無料なので、ぜひ瀬戸内にお住まいの方で、お休みで方とかで来れそうだったら来てください。待ってます。お待ちしてます。明日からの明後日、そして6日は東京でイベント。初訪問の方ありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の信濃空葉です。19歳の兵庫県出身です。こちらテロップに書いてある通り、11月4日金曜日、あさってのミュージックステーションさんに出演させていただきます。夜9時からで、あの出番とかまだわかんないんですけれども、ぜひ見てくださると嬉しいです。そして M ステ終わりには感想とかエウセティッシュとか見せてもらえたらね、いただけたら見せたらな、見せれたらいいなと思うので、ぜひ、ま、ルームフォローしてまた配信覗きに来てくださると嬉しいです。明日も配信します。私は毎日配信しているので、ぜひ見に来てください。お願いします。そろそろ終わろうかな。エゴサしたいし、エゴサしたいしっていう理由で終わるの最悪すぎ。でももう2時間も配信しちゃってるので、配信終わります。ありがとうございます。2時間も私のニヤニヤにお付き合いいただき。13位カイトさん、12位ミロさん、11位ヨッシーヒーローさん、
10位としきさん、9位よいさん、8位のすけさん、7位すうじよしさん、6位かさおきさん、5位かまちゃんさん、4位キャスさん、3位やすべさん、2位ていこくさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。今日のテロップにも書いてあるんですけれども、今日皆さんに嬉しい報告、11月4日あさっての9時から夜9時から放送されるミュージックステーションさんに出演 させていただけるということを、こう皆さんに報告できて本当に嬉しかったです。みんなありがとう。そして明日は岡山県岡山城でイベントがあるということで、どうぞ来られる方はよろしくお願いします。気をつけてきてください。ぜひまだルームフォローしてない方はぜひピンクにお願いします。そしてツイッターも毎日投稿しているので、ぜひプロフィールからツイッター飛んでいいねとかリツイートとかフォローもしてくださると嬉しいです。約2時間配信にお付き合いくださりありがとうございました。今からエゴサしますありがとうございました。ではバイチャラポ、またね、おやすみちゅありがとうございました。本当に嬉しいありがとうございました。